皆さんこんこにちはパ,ンダパパパパンンダダでですすママ最近梅雨で湿度が高いからマカロンを作れませんというコメントを多くいただきますが湿度が高くても私たちのレシピであればマカロンを作ることができますそれを言いたくて動画を作りました <laughs> <laughs> 湿度が高いと懸念されるのは乾燥工程だと思います私たちのマカロンレシピは冷蔵庫乾燥か乾燥工程なしなので 湿度が高くてもマカロンを作れちゃいます湿度が高い日に特に気をつけていただきたいポイントを説明しながら2つのレシピを見ていきたいと思いますではレシピ動画をどうぞまずは冷蔵庫乾燥レシピですメレンゲを作り粉類を加えマカロナ味をして円状に絞り出したら冷蔵庫に45分間入れ乾燥させます 半分の22、3分が経過したら、乾燥ムラをなくすため、天板の向きを変えてください。天板の向きを変えるとき以外は、冷蔵庫を開けないでください。乾燥不足の原因になります。そして、ここからが湿度が高い日に、特に気をつけていただきたいポイントです。冷蔵庫から出したら、すぐにオーブンに入れて焼いてください。湿度が高い日に室内に置いておくと、マカロン表面が結露して、 せっかくの乾燥がリセットされてしまいますこのポイントさえ守っていただければ湿度が高い日でもマカロンをきれいに焼くことができます次に乾燥なしレシピですメレンゲを作り粉類を加えマカロナージュをして円状に絞り出したら乾燥工程なしで焼いていきます単に乾燥なしでマカロンを焼くとひび割れてしまうので150度で4分間焼いた時点で オーブンを 1, 秒間開けますそして引き続き1 5 0度で9分間ほど焼けばマカロンをきれいに焼くことができます乾燥なしレシピにおきましては湿度が高い日だからといって特に気をつけていただくことはございません湿度がが高い日ででもマカロンをきれいに焼くことができます本日は冷蔵庫乾燥レシピと乾燥なしレシピをダイジェストで説明しましたが より詳しく説明したレシピ動画をそれぞれいくつか公開しております。ぜひそれらの動画を見てマカロンを作ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイバイバイ